どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、埼玉県に来ております。そして現在いる場所は埼玉県の秩父にあるピカ秩父という場所ですね。コテージ泊久しぶりにしました。すげー良かったです。まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。そして今からですね、なんともう一泊します。埼玉県2泊3日の旅ですね。そして、今日がその2日目なので、まずは1泊目を見ていただいてからですね、こちらの動画に戻ってきていただけたら嬉しいです。そして本日も宿泊する前にですね、観光地行ってみようかなと思うんですけど、久しぶりに行くな、関東屈指のパワースポット三峯神社、皆様ご存知でしょうか。埼玉の秩父の山奥にある関東屈指のパワースポットと言われている場所に本日は行ってから、花の屋さんという旅館を予約しましたので、そちらのお宿さんに向かいます。いやー、自然の中気持ちよすぎる。朝から最高だ、お天気もいいし。では、今から向かいまーす。てい、秩父さん出ました。時間結構余裕があるので、三峯神社に行く前に、昨日行った、旅立ちの丘か、そこにもう一回行ってみます。天気がいいから今日はかなり景色が良さそう。到着しました。上登ってみます。さあ、音楽がすでに流れておりますね。またね、著作権が心配なので喋りながらこの音楽をかき消しますけれども、景色も昨日と比べもんなんねえわ。綺麗すぎる。すごいよここ、やっぱすごい、超綺麗。マジかよ、これ夜はやばいよ絶対。ここの夜景絶対来るべきです。ここに来たら秩父の旅立ちの丘。雪を翼にこ、旅立ちの丘素晴らしかったですね。行ってよかったです。マジで何ももやかかってなくて、くっきりはっきりと景色を見ることができました。そしてこのね、秩父ミューズパーク、やっぱりすごいわ。もうここだけね、動画1本撮れちゃうぐらい広いから、またいずれ来てみたいですね。家族連れとか週末はおそらくね、にぎわってますよ。そしてですね、秩父神社じゃない、三峯神社なんですけど、こっから約1時間かかるんだね。かなり遠いわ。こんな遠かったっけ。途中に道の駅とかきっとあると思いますんで、寄り道しながら、ドライブ楽しみたいと思います。秩父市街と長瀞近辺は結構来たことあるんですけどね、この三峯神社の方っていうのは、その10年近く前に1回来た以来なんで、もうほぼ記憶にないので、ドライブがね、すげえ楽しいっす。天気もいいしって何回言ってんだろう俺。道の駅大滝温泉で、トイレ休憩ですね。三峯神社遠いわやっぱり。これ前回来た時もね、高速のインターからめちゃめちゃ遠かったイメージあったんですけど、遠いっすね。だって秩父市街から1時間だもんね。これは気軽に何度も来ようっていう風には思えない距離かもしれない。ずっと山道だし、あとここから半分っすね。頑張ります。あら、道の駅大滝さん、こんな綺麗な渓谷が、ブルーですよブルー。しかも下歩けるんだ。
道の駅を出てここから約30分くらいで三峯神社なんですけどね、あの風情のある道でドライブしがいがありますね。ただやはりね、あの山梨の道志道と同様ですね、あの遅い車がいたらもう結構ね終わる、もうやばいですね、イライラしちゃうかもしれない、イライラする人が多いかもしれない。さっきも年配の方が結構三峯神社向かうパターンが多いかもしれないから、時速30キロ以下とかでね、さっき走ってる車と出会ってしまってやばかったっすね。あれはもう詰まってたもん、完全に渋滞で起きてたもん。これね、あのダムを渡ってからさらに道が細くなったんですよね。あの運転に自信のない方ね、あんま来ない方がいいかもしれないですね。結構車も来るし、こうやって何はジェットコースター、素敵な風を集めながらガラスの正面、時代の半減が胸と突き刺さる、よっかりよろしだね、夏をかじろう、笑ってやろうと思って僕らは愛を探そうよ、苦しいことばかりじゃないか。駐車場着きました。さっき運転に自信のない方は来ない方がいいかもしれないって言ったんですけど、そんなことなかったですね。あれから全く道が狭いこともなかったし、ちゃんと舗装されてるんで全然走りやすい道でした。ただ山道が長いぐらいかな、そしてここから約どれぐらい歩くんだろう、1キロとかそれぐらい歩くのかな。歩いてみますか。現在地がここで本殿かな、本殿にとりあえず行ければ満足ですね。それ以外は遠そうだな。っていうかもう続々とね車が入ってきてるんですよ。行きましょう。もういきなり坂道が続いております。しんどそうだけど、幸いね天気悪いわけじゃないんですよ。なのにね気温が低い、全然暑くない、これ真夏なんだけどラッキーだわ。三峯神社はあれ 450m？ 結構すぐ着いちゃうな。そして雨降ってきた。お土産屋さんあった、私の大好きな雰囲気です。こっちにもね立派なお土産屋さんあるんですよ。お昼時は混むでしょうね、きっと。立派な鳥居が、先ほどのあのお土産屋さんでもすでにテラス席で、ご飯を楽しんでいる方々がいらっしゃいました。そして、鳥居をくぐってから早速こう神聖な空気感というかひんやりとした空気が流れておりますね。参拝順路、先ほどの大きな鳥居でいいのかな、わからないですけど、灯籠が両側に並んでおりますね。人が多いところと少ないところが極端ですね。いや気持ちいいわ。しとしとと雨が降ってるんですけど、完全にねこれ恵みの雨です。助かります。もう着きましたね、本殿。お守り買って帰ろうかな。もうお守りなんて何十年も買ってないかもしれないですけど、厄除け買います。もう一箇所ありましたね。
ぷりと気をいただきました。慣れてる方多いですね。もう順序分かってる方がこう見ていて多かった気がします。本殿を通り過ぎてこの後のルートがいまいちわからないんですけど、どういうルートになるのかな。このまま戻る感じになるのかな。大和猛さん見ましょう。あら、大山さんですね。大山マスターさん、残念ながら逆光ですね。おそらくですね、これで一旦は終了となるのかなと。まだ行こうと思えば行く場所もあるんでしょうけど、時間も時間ですので、戻る形になるのかな。とにかく今日は涼しくてラッキーだった。展望台がありました。現在地で、こっちがね裏参道コースなんですけど、こちらは行かないですね。なので終わりかな。そうですね、それでは駐車場に戻ります。ゆっくり結構歩いて回ったんですけどね。で、人もそこまで多くなく1時間かかんないぐらいだったかな。だからあれですね、思ってたよりも時間かかんなかったな。あとはお土産屋さんに行って、何か食べれるかな。テラス席来ました。いい景色です。多分くるみそばですね。美味しそう。昨日肉食って胃もたれしてるんで助かります。いただきます。うまかった、うまかったですよ。このテラス席ね、正解ですね。このお店作って大繁盛。そしてみんなそばじゃなくてね、やはりわらじカツを食べてましたね。ただ今の私の胃にはカツは重すぎた。こちらのお土産屋さんも見てみますか。こちらの建物もなかなか風情あっていいですよ。ただね、やはりあちらのテラス席が強いかな。テラス席で食いたくなるもん。なんと鹿がおりましたよ、駐車場の近くに。ずっと目が合ってる。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。三峯神社、ここに来るまで遠くてなかなか来るのが大変でしたけれども、本当に来てよかったです。たっぷりと気をいただいて、今見てくださってる皆様にも気をですねお裾分けできるんじゃないかなと思います。それではこの後宿にチェックインいたしますので、一旦この辺で失礼させていただいて、概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。では続きでお会いしましょう。バイバーイ。
もみたいに